にはまだ水は来ていません。しかし1時間後、先ほどまで浸水していなかった場所にも水が押し寄せ、時間とともに浸水箇所が広がっているのが分かります。決壊からおよそ8時間半後には、決壊した場所からおよそ12キロ下流、常総市役所周辺も冠水。
のことですが、水は濁って波打っています。岸辺を見ますと、草木が投げ倒されて畑も流されています。この辺りまで濁流に襲われたことがあります。この川、少し下流にある小波橋という橋がかかっていますけど、その橋脚、流されていた木々が折り重なっています。かなりの太さの木も見えます。この様子からも流れの激しさです。